どうしたんです？誰だろう。え？おーい、松風！どうしたんだよ、二人とも。あれ、あの人どこかで。まさか。みんな、俺が新しい監督の遠藤守だ。よろしくな。新しい監督。第3章ホーリーロード開幕、新監督遠藤守登場。遠藤守って、あの伝説の稲妻ジャパンの遠藤さん？どういうことだ。よし、それじゃあ本日の予定を伝える。練習場所は河川敷のグラウンドだ。河川敷？なんでそんなところで。学校のグラウンドじゃ見えないものが見えるかもしれないだろ。いいかみんな、今日から試合に勝つためのサッカーをやる。みんなで特訓すればライモンは必ず強くなる。河川敷で。お、来たか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。固くなってると怪我するぞ。天馬はドリブル、シンスケはジャンプが得意だったな。まずは得意技に磨きをかけるんだ。天馬は俺がいいというまでドリブルの特訓、シンスケはヘディングの特訓だ。はい、やるぞ。誰にも負けないドリブルができるようになる。あの人が遠藤守る。あれが伝説の稲妻ジャパンの特訓。よし、次はシュート練習だ。来い。はい、遠藤監督。なんだあのシュート。でも楽しそうですよね。おい、お前たちもそんなところにいないで来いよ。一緒に特訓しようぜ。え？あ、待ってくださいよ、クラマ君。みんなが練習に参加した。遠藤守に引き寄せられているのか。かつて廃部寸前だったライモンサッカー部を全国優勝に導いた伝説のキャプテン。よし、それじゃ次のシュートは剣の番だ。何？ずっと見てるだけじゃつまんないだろ。さ虫巣が走るぜ。あんたのサッカーやろうぜには。そうか。いいだろう、やってやるよ。さあ来い。何？すごいシュートだ。やるじゃないか剣。ふざけやがって。必殺技で止めると思ったのに。よし、それじゃ今日の特訓はここまでだ。結局学校のグラウンドじゃ見えないものって何だったんだ。みんな勝つための特訓に来たんだろ。だったら見えたじゃないか。本気で勝利を目指したいと思ってる仲間の顔さ。本当のサッカーをやろうと思っている奴らのな。みんながここにいる、それが今日の特訓だったんだ。あの人がいれば俺は必要ないのかもしれないな。すまないな遠藤、厄介なことを頼んでしまって。いえ、監督から電話をもらったときはびっくりしましたけどね。サッカーは腐敗した。もうどこにもあの頃のサッカーはない。勝利することには何の意味もない。勝利の先に待っているのはサッカーを裏切った虚しさだけど。工藤監督、サッカーは名声を得るための道具になり下がった。
私たちが世界一となって勝ち取ったのはこんなことだったのか。俺、またあの頃のライモンを取り戻そうと思います。しかし、私たちの前に立ちはだかっているのはとてつもなく恐ろしい相手だ。フィフスセクターですね。あいつらは中学サッカーだけじゃなく全てのサッカーを侵食しつつあります。今のライモンサッカー部は極めて絶望的だが、まだわずかな希望はある。ええ、あいつは面白いやつです。頼んだぞ遠藤、ライモンを、そしてサッカーを。はい監督。監督はお前だ。しっかりな遠藤監督。はい。私も諦めはしない。シンド、どういうことなんだ。だから退部させてほしいんです。俺にキャプテンの資格なんかないんです。お前は本当にそれでいいのか。失礼します。俺は認めないぞ。サッカー二人とも何を話していたんだろう。俺はどうしてこいつを部屋に入れたんだ。話すことなんて何もないのに。ピアノ弾けるなんてキャプテンってすごいですね。俺まだまだ下手くそだけど、キャプテンの神のタクトでサッカーやりたいです。俺はもうキャプテンじゃない。これ以上サッカー部にいたら俺はきっとサッカーを本当に嫌いになる。それに南沢さんだって言ってただろ。そんなの嘘です。お前に何がわかるんだ。いいからもう帰れ。キャプテン、わかりました。最後に一つお願いいいですか。フォルテシモを見たいんです。そうだ、今からグラウンドで練習するんで、シンスケにも見せてやってください。帰れって言ってるだろ。何を怖がってるんですか。俺は何も怖くなんかない。帰れ。どうして俺はここにいるんだろう。これは。Raimond's intercept rate rose in the second half, especially Balzac. Must check for space before passing. Prodigy Grammar seemed very inexperienced. Made use of Peabody's speed to launch attacks from the defense. ここも、このページも、サッカーの戦術や試合をしたチームの記録がびっしり書き込まれている。
キャプテンはこんなに努力をしてたんだ。だからサッカーをやめたって俺は別にもう情熱なんてないんだ。松風、そんなはずあるわけないよ。松風、なんであいつが泣くんだよ。今誰かいたのか。キャプテン、そこに進藤キャプテン、待って。キャプテン、サッカーが大好きなんですよね。だったらやめちゃダメです。サッカーを友達みたいに言うのはやめろ。俺たちはエイト戦でフィフスセクターに逆らった。それ俺は間違ったことなんかしていません。俺、あのエイト戦の一点ってすごく大事な一点だと思ってます。キャプテン、今のキャプテンは悩んで苦しんでそれでもがいているように見えます。うるさい、俺に構うな。キャプテン、なんで辞めるんですか。なんででもだ。お前だって分かってんだろ。今のサッカーに本気になる価値なんかないんだ。ありますよ。キャプテンがサッカー辞めるなんてそんなのおかしいです。うるさい、俺にはお前のような勇気がない。俺なんかにキャプテンの資格はないんだ。キャプテン進藤、資格ならあるさ。お前が流しているその涙こそキャプテンの資格だ。遠藤監督、サッカーが好きで好きでたまらないという気持ち、それがあるから涙が出てくる。遠藤監督、俺だって本当は勝ちたいんです。もうこれ以上無様なサッカーはやりたくないんです。その言葉を待ってたぞ、キャプテン。お願いします、力を貸してください、遠藤監督。ああ、もちろんだ。負けていい試合なんて絶対にないぞ。そうだ、お前たちにまだ昔の部室にある秘密の部屋を見せてなかったな。俺たちに見せたいものがあるって言ってましたよね。見せ、ああ、これを渡しとく。ほら、中学サッカーの頂点を決める大会、ホーリーロードの開幕です。参加チームが続々と入場しています。関東地区予選はトーナメント形式で行い、優勝したチームが全国大会へと進出です。関東地区予選には名門雷門中をはじめ、万能坂、天河原、青葉学園、そして海王学園と
すごい歓声。これがホーリーロードなんだ。みんな勝つ気がないみたいだ。でもまずはボールを奪うんだ。ずっとオフェンスの練習をしてきたんだし大丈夫。な、空気読めよ。悪いけどそれ俺がもらうから。うわあ、いた。おい、今のは反則じゃねえか。でもこれまでずっと耐えてきたんだ。我慢するんだ。やっぱり俺にはできない。フィフスセクターに逆らう勇気なんて。諦めるもんだ。俺たちは勝つんだ。本気のサッカーをやるんだ。でも、待っています。俺たちが本当のプレイをしてくれることを。お前いい加減打つんだよ。あ、でも今の俺は本当のプレイをしていない。天河原の連中と何も変わらないじゃないか。俺は三国さん、すみません。シンド、俺はフィフスセクターの指示には従わない。ライモンのキャプテンとしてみんなに言っておく。この試合
俺たちライモン中が勝つ。キャプテン、シンド、あの動きは神のタクト。テンマ、行け。はい、キャプテンが振るタクトが見える。蹴るべきボールの軌跡が見える。これが神のタクト。これはすごい。シンド、鮮やかな指揮で選手を導いています。シン様、みんなの動きも計算してテンマ君を指揮している。なんだと。キャプテン、フォルテシモを見せてください。やった。見ての通りです。キャプテンは蘇ったんですよ。伝説のプレイヤー、神のタクトとして。そうだ、キャプテンが本気になったんだ。この試合絶対に勝てるぞ。ザコどもの反乱か。では俺たちも本気を出すとしようか。勝利を目指して。いいでよ、超人ファルコ。俺が我が化身超人ファルコ、思い知らせてやるぜ、シードの使う化身の恐ろしさを。皆さん、後半も頑張りましょう。そうすれば勝てますよ。勝てる？天河原は化身使いがいる。神道と違って自分の化身をコントロールできるやつがな。だけどあんなの出されたらどっちにしたって勝てっこないですよ。そんな。ダメなのか、やっぱり俺たちは。そんなこと。
決められた試合の結果なんか跳ね返して。天魔、やっぱり最初から負けると決まってたんだ。でも俺勝ちたいんです。遠藤監督、分かってる。お前たちの勝ちたいって気持ち、じんじん伝わってくるよ。みんな、本当に勝ちたくはないのか。いいか、この世界に勝敗の行方を決めていい奴は一人しかいない。勝利の女神だ。勝利の女神。三国、負けろと言われてたのにお前はボールを取ろうとした。なぜならそれがサッカープレイヤーの本能だからだ。どんなシュートでも止めてみせる。どんな相手もドリブルで抜いてみせる。誰よりも強いシュートを打ってみせる。そして勝ってみせる。それがサッカープレイヤーみんなが持っている思いだ。遠藤監督、自分の心に聞いてみろ。今のサッカーがお前たちのやりたかったサッカーなのか、お前たちのサッカー、本当のサッカーってのが何なのかを。俺たちのサッカー。勝利の女神は最後まで諦めなかったやつに微笑むんだ。勝利の女神。母さんは勝利の女神だって。母さん、俺は。迷いのないサッカーだ。ちゃんと練習をしてきたんだ。俺は昔はそうだった。練習すれば上手くなる。だからサッカーが楽しくてがむしゃらにボールを追った。なんで忘れちまってたんだろうな、あの気持ちを。何が勝つサッカーだ。お前たちには何も変えられない。結果を残せないシールをフィフスセクターから処分される。お前らには負けてもらわないと困るんだよ。いいでよ、超人ファルコ。バルコウィンガ、点を入れさせてたまるか。やはりダメなのか。自分の心に聞いてみろ。お前たちのサッカー、本当のサッカーってのが何なのか。うわあ、ライモンのゴールは守ってみせる。あ、バーニングキャッチ。3人がかりで化身のシュートを止めただと。三国先輩、天馬、おかげで目が覚めたよ。俺も自分のサッカーをやる、見たくなったんだ、勝利の女神が微笑むところ。舐めた豆をしやがって、なり損ないの化身使い。頼む、俺の化身よ。俺はこの試合に勝ちたい。その気持ち、もう揺らぎはしない。俺に最後まで力を貸してくれ。完全に実体化した。よし、これが俺の化身、奏者マエストロだ。さあ行くぞ、本当のサッカーを、俺たちのサッカーを取り戻すんだ。
この調子だ。気を抜くな。やったな、進路。一回戦突破だ。三国さんのおかげです。やっぱり、勝利の女神の前でみっともないプレイはできないからな。え？それに、後輩の前でもな。やった！やった！簡単だ！不思議なやつだな、あいつは。心に溜まったモヤモヤを吹き払ってくれる。あいつとなら変えられるかもしれない。天魔はまるで人の心を吹き抜ける、そい…バカが。本当にフィフスセクターに逆らって勝っちまった。しかもホーリーロードで勝敗指示に逆らうなんて、俺たちはもうおしまいです。波紋を呼ぶ2回戦、俺はみんなの本当のサッカーがしたい。鶴木だってきっと。次回、風を起こせ。これが本当のサッカーだ。これがライモンのサッカーなんですね。